はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、健康でお悩みのあなただったりですね、痛みでお悩みのあなたに対するですね、有益な情報っていうのはですね、お伝えしません。はい、何かというとですね、最高の誕生日プレゼントになりましたというお話をさせていただければと思います。はい、何を隠そうですね、本日12月21日はですね、私迫田和也のですね、誕生日になります。ありがとうございます。はい、33歳になりました。はい、まあ、33歳もですね、また1年間頑張っていきたいなっていうところなんですけども、はい、今日お話ししたいのは、最高の誕生日プレゼントになりましたっていうことが何かというと、私のですね、 YouTube のですね、チャンネル登録数が10万人突破したんですよ。はい、今朝のですね、私の YouTube のチャンネルのこれ画像なんですけど、これ見ていただく、わかりますかね、10万47人っていうふうに出ているんですけども、もっとアップで出た方が、はい、これわかりますかね、はい、10万47人ですね。はい、再生回数とかちょっともう読めないくらいなんですけども、はい、こんな形で誕生日のですね、今日にですね、10万人突破したのがですね、すごくこう、なんかこう縁を感じるというか、わかんないですけど、すごくタイミングがいいですね、最高の誕生日プレゼントになったなというふうに考えています。はい、10万人に突破したっていうところは、全然それをですね、実際こう狙っていたわけじゃないんですけども、そもそもですね、ちょっとここから話すこと全然考えてなかったんですけど、そもそもこの YouTube のチャンネルっていうのはですね、私の、既存の患者さんに対する、フォローアップのつもりでこう始めたチャンネルだったんですね。腰痛の患者さんだったりとか、痛みで悩んでいる患者さんに対して、その施術後とかにですね、伝える、セルフケアの方法ですね、ストレッチの方法とか姿勢のお話っていうのを、その後もご自宅でも確認できるためにですね、フォローアップのつもりで実はこの動画を撮って、既存の患者さんに対するですね、コンテンツとして作っていたんですよ。それをオープンにしてたっていうようなことがあるんです。食事の方もそうです。私がファスティングのサポートをですね、既存の患者さんにさせていただいて、でその後にですね、食事の、調味料の話とか食材の話っていうところをですね、YouTube の動画を作るので、それを見てくださいっていうような形で、フォローアップのつもりで、作っていた動画なんです。それが勝手にって言ったらあれですけども、勝手に他の方が見られて、そこで私という人間を知っていただいて、ファスティングのサポートを申し込んでいただいたりとかですね、本当に全国からですね、本当に日本だけじゃなく海外からもですね、ファスティングのサポートだったり、整体のですね、整体院にですね、ご来院していただくような形になりました。本当にこれはですね、今約2年間ですね、続けてきたんですけども、去年の今頃なんてまだ2、3000人だったと思います。はい、2、3000人まではもう本当ちょっとずつ増えていたんですね。増えているなみたいな感じだったんですけども、で今年の春ですね、花粉症の動画がポーンと再生数が伸びてですね、そこでこうチャンネル登録数が1ヶ月で1万人単位で増えているようなペースですね。はい、そうですね、夏頃に3万5千人だったので、今10万人なので、本当に 4、5 ヶ月で、5万人6万人くらい一気に増えたっていうような形になります。花粉症の動画でポーンとこう動画の再生数が増えて、チャンネル登録数も増えて、であとアトピーの動画ですかね、アトピーの動画でもこう再生数がポンと伸びて、チャンネル登録数も伸びて、あと首こりの動画ですね、首こりを3秒で消すっていうような動画があるんですけども、それも結構ですね、再生数が伸びて、一番再生数がある動画ですかね、それが。そこからやっぱりそうですね、問い合わせとかもすごく増えるようになりました。はい、10万人突破して、特にこうやることっていうことはこれからも変えるつもりはないんですけども、本当に既存の患者さんに対するフォローアップっていうところももちろんですね、この私の動画をですね、パソコン越し、スマホ越しでご覧になっていただいているあなたにもですね、有益な情報を引き続き、お伝えできればなというふうに考えています。はい、なので、最近は私が使っている、本当に調味料の話とか、本当に腹巻きの話とか、防寒のタイツの話とか、いろいろそういった使っているものとかもお伝えすると結構ですね、好評いただいているので、いいものは紹介していこうかなというふうに考えています。実際ですね、私もこんな形でチャンネル登録数が増えていると、いろんなですね、業者から
こういったものを紹介してくれませんかみたいな連絡とかもいただくんですけど、まあ、いいものだったら紹介しますけど、まあ、悪いものだったら絶対紹介しません。そしたら私のやっぱりポリシーに反するので、なので、まあ、この動画をご覧になられているもし業者の方がいらっしゃるのであれば、ちゃんといいものを紹介してください。いいものを提案してください、はい、いいものじゃないと絶対に紹介しません、はい、なのでですね、まあ、この私のチャンネルのですね、動画をご覧になっていただいたら、なんか安心してですね、私は絶対にいいものしか紹介しませんから、まあ、ストレッチの話だったりとか、まあ、食事の話だったりとか、それぞれ日常生活で使えるものっていうところもですね、まあ、たまにはこうただのつぶやき動画っていうところもですね、まあ、子育ての話とかも今後はちょっとお話ししていこうかなというふうには考えています、はい、そういったところでまた1年間ですね、ちょっと頑張っていってですね、来年のまたこの誕生日の時にどのくらいですね、またチャンネル登録が増えているのかなっていうところ楽しみであります、はい、そういったところですね、今日私は33歳になりました、まあ、最高の誕生日プレゼントとして、ね、10万人突破しましたので、はい、今後ともですね、どうぞよろしくお願いいたします。またですね、こんなこう動画の内容っていうのを話してほしいということでしたら、下にコメント欄で書いていただければ私もすぐに見れますので、はい、そちらでコメントを残していただければと思います。あとはですね、まあ、誕生日おめでとうっていう意味合いでですね、この動画のですね、いいねという高評価もですね、いただければすごく嬉しいです。はい。といったところですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。